どうも、メダバ YouTube チャンネルです。今回はですね、久しぶりのこの企画ですね、タマミジンコ培養動画ということになります。まあ、なぜねこのタイミングで、タマミジンコをね、題材とした動画を撮るかというとですね、私は確か過去にね出してるのは2年ぐらい前に出してると思うんですけども、タマミジンコの動画ね、なぜかね未だにトップクラスに再生されてるのがねこのタマミジンコの動画ということで、まあ皆さんタマミジンコのね培養ちょっとね苦手だなっていう方も多かったりとか、どうやったら増えるんだろうっていうね方が多いのかなというところで、まあ今ね、タマミジンコ、培養ね、ノリに乗ってるブリーダーさんいらっしゃいますので、ちょっとねご紹介しながらですね、まあタマミジンコ屋さんがねどうやって、水替えしたりとかね餌あげたりとか、どういうサイクルで培養してるのかなっていうところを、動画にしていきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。動画が良かったっていう方はねグッドボタン、そしてねチャンネル登録よろしくお願いします。こちらですね、大阪で、タマミジンコのね培養ブリードしてます、ミジンコ山ちゃんというね、ミジンコ屋さんでございます。まあ、今回ね山ちゃんに協力していただいて、水替えのね様子とか、その時のポイントだとかというところをコメントいただいてますので、その辺もね動画に盛り込んでいきたいと思います。こちらは飼育水がね汚れてしまったタマミジンコの、まず水抜き、そして残ったねタマミジンコを網に作っていっているところですね。今残っているねミジンコたちはですね、次の培養に、必要になってきますので、こうやってネットを張って、捕獲していくというところになります。はい、ある程度ね水が抜けてしまいましたら、コックをね隣に移しまして、そして、山ちゃんねこれ持ち上げて、ダイレクトにねネットに運んでいますよね。まあこの辺りねちょっとパワーがちょっとあの不足な方はですね、あの腰を痛めないようにですねもう限界まで抜いていただけたらと思います。はい、そして空になりました。まあ、今回のね動画はですね123と、シールで貼ってると思うんですけども、容器を3つで回しているところですね。なので使い終わった容器はこのようにね左の方でちょっと今多分洗ってると思うんですけども、まあ洗って次のミジンコの培養に使う準備をねしていっております。はい、綺麗にねなりましたら、このあとねまた綺麗になった容器に水入れをしていきます。まあ、この辺りはねもうあの多分動画を見なくてもですね、まあ汚くなったら綺麗にして、綺麗になったら水を入れてという感じでございます。そしてね生クロレラを投入と、まあ、今回ね培養する容器が大きいので、立ち上がりの生クロレラの使用もねあのちょっと多めに、はい、使っていると思います。まあ、私もタマミジンコのね培養を、してますけども、やっぱりね肝は、立ち上がりのねその水替えした時の最初の立ち上がりかなと思うので、まあ今回ね山ちゃんの場合は、60リッターのこの容器に対して、30ミリ入れてですね、よくかき混ぜるというところをしています。まあ、この後ですねあのメダカのねアカウント作ってインスタをされてる方とか、よくねあのタマミジンコを培養されてる方のね、ミジンコハンバーグをね見ると思うんですけども、ミジンコバーグっていうんですかね、あのミジンコのね塊を見ると思うんですけど、この後ね山ちゃんね見せてくれるのでちょっと見てみてください。これね私もねあのタマミジンコの培養してますけど、この経験はまだないんですよ。はい、これはやっぱりねミジンコを大量に増やせる人のまあ証というかですね、なんかこう SNS でねバズらせられる動画みたいな感じでね、貴重なね映像になりますと。はい、こちらがね、ミジンコバーグでございます。まあちょっと一瞬でしたけども、まああの量ねやっぱミジンコの在庫っていうかね、残りが取れるっていうのはやっぱりしっかりね培養できてるっていう証拠だと思いますし、まあ立ち上がりがねやっぱいいっていうのはそれだけ種がねやっぱあることっていうのが重要やと思いますので、次にねちょっと上から見た感じをね、見ていきたいと思いますが、
まあ、だいぶね飼育水汚れてきてますので、まあ先ほどもね、繰り返しになりますけども、汚いお水を、抜いていき、そして、ミジンコを捕獲して、きれいな水に変えて、で種となるねミジンコを投入して、まあ、生クロレラを入れるという感じでございますね。でまあ山ちゃんの場合はですね、これを3日に1回、全灌水して、このサイクルですね、今言った、汚くなったら水を変えるっていうね、この作業を3日に1回やってるそうですね。そしてミジンコがねやっぱ立ち上がるまでに、まあ数日かかりますので、立ち上げる容器と、維持する容器と、餌として使う容器と、やっぱり分けてね使った方がいいと思います。でその絵をすることによって、常にねタマミジンコが切れない状況ですね。例えばいっぺんにこの4つの容器を全灌水してしまうと、立ち上がりがもし悪くなった時とかですね、4つ全部全滅ということがありえますので、1つはね必ず、タマミジンコがいる状況を作っておくと。で数日経てばですね、全灌水したところがまあ一応繁殖するという体で、そのサイクルがね、重要になるかなと思いますので、で維持できてるね容器があれば、もし失敗した時にね、その維持できてる容器からタマミジンコをね、種として迎え入れることができるので、とにかくね、タマミジンコを切らさないことっていうのが大事かなと思います。はい、ということでタマミジンコの、培養方法ですね、いかがだったでしょうか。まあ、タマミジンコのね培養、まあ私も山ちゃんも含めですけども、まあ同じルーティーンでですね、まあ、例えば今回3日に1回っていうことがあったんですけど、3日に1回全灌水するとか、何日に1回何々をするっていうルーティーンをしっかり守れることがね、タマミジンコの培養にすごく重要なポイントに、ね、なってきますので、同じルーティーンをひたすら繰り返すっていうのをね、意識してやってみてください。まあ、最後にね CM になりますけども、ミジンコ山ちゃん、大阪からなのでね、だいたい日本全国1日で、発送できますので、ご注文の際はねインスタグラムの方から DM ということで、で、このね動画を見たと DM ねしていただけたら、大特価にしていただけるということなので、ぜひぜひ問い合わせしてみてください。それではさらばーい。